さあ始まりました「はい、えー、記念すべき第1回目1回、はい、ラジオ」「ラジオ」<laughs> し「獅子どし」「獅子どし」「イエイ!」 と誰も拍手も何もないですけどねないですがマネージャーすらトイレ行ってるでしょうねあ言い出ますか始まりましたよ記念すべき第1回獅子おどし分かったよもう言いたいだけ分かったよ獅子おどしをやるのは何それ 俺はもう達也と,と大館系の獅子報道し始まりました酔っ <laughs> てると思われるっていやこれもう第1回目ですよ <はい S 1> っていうのもですねまずは自己紹介からしますか自己紹介と もういろいろ多分説明しなきゃいけなくなると思うんですすべてのことだからそれをすべて説明してくださいわかりましたあなた下手やからそうです説明下手やけどうまく説明してください任しておいてください僕が達也ですはいでお相手は大館圭ですペンネーム大館あ僕は段だん寮って呼んでるんでこのラジオでは大館圭という名じゃなくその本名とか言ってその 大館 K を「りょう」ってなんで呼ぶのかっていうのは欲しいでしょ本名だからっていう背やった B コーズ欲しいでしょありがとうありがとうの普段本名でね「りょう」って呼んでるんで「りょう」って呼ばせてもらいますでまあその二人がですねするお届けするこのシシリアド士シシリア同シじゃあもうさもう 1>, <laughs> 1回目からひどいと思う俺 <laughs> ごめんなさいひどいよこれホンに <laughs> あのーうん、なんでねこの2人がこれをやってるかっていうことも込み込みでちょっといろいろ説明していきますとですね、はい、ま,あまずあのー、このラジオのタイトル、えー、ラジオ名というか「獅子、うん、おどし」なんで「獅子おどし」やねんと、うん、思った方も、まあ、おられると思うんですけど、うん これね僕らが喋り出す前の冒頭で「ワンダーランド」が流れたんですはいはいねそこでなんで「カーン」っていう「イエーのところで獅子落としが流れたのかっていう説明をしてるのかなと思ってもうやっぱ任せますそこはいいですか一回僕に預けていただいてもう本当に託しますよいいですか言たら僕 ブログにも多分書いてるんですけど、うん、まあこれ、ブログでやってるんで最近ね、うん、あっとちょっと前にワンマン歌獅子という、うんえー、ワンマンライブをやらせていただいて、うん、でなんかこうちょこちょこ特に、まあなたが俺がなんかこうねやらかしたりとか、うん、なんかこう言ったりとか発言を、ねうん、すると獅子スタイルだと。うん 分かりやすく言えば S なんですよ。分かりやすく言えばね。語弊ありますよ。語弊ありますけど。それは否定できないです。でも、その S じゃなくて獅子だっていう具合をは伝わっていったらなと思うんですよ、僕、これを通してね。いやか、僕、別に S スタイルって言わないでしょ、歌 S って言わないでしょ、歌自身なのは、やっぱ獅子なんですよ。なんかキャッチーやもんな。確かに それで歌獅子からの歌獅子なんですよ、要は獅子スタイル歌うお兄さん的なことで歌う獅子、歌獅子獅子おどしは完全なもうお遊び悪ふざけです、獅子から取ったのいう僕らのねこれに関してはもう謝ります、本当にすませんそっからの獅子おどしなんですよ、ウィキペディアでね拾ってきて。 はめ込んだっていう音声をねまあ言うたら自分の歌を自分でいじるっていうそうそうオープニングでねなか,なかなかなかなこれ荒技ですよ <laughs> あまあ確かにそうやなうまあでもそんなんも込み込みでちょっとこれからねこのえ歌獅子じゃない獅子脅しを <はい S 1> あみんなに聞いてもらえたらなと思って <はい S 1> まあ始めたわけなんですがはいはいなんでこれを、はい やろうって思ったのかっていうじゃあ説明はりょうくんに任せます俺絶対振られると思ってた今 <laughs> もう,もう二間前から思ってた二間前から思ってた,ってた、うん、やからね水飲んどるけど、うん、あなたのそのししな具合ね、うん、それは僕はそのあのいじりじゃないですよはいはいでかいじりっていうかもうそれいじり出したら世の中いじる人いっぱいからそうやねうんそれはパーソナリティなわけでしょ、うん、それをこうもっと こういろんな人に伝わったらいいなと思うわけですよ僕は単純にそばにいてねああ俺のそう獅子具合がおお <laughs> その方が面白いでしょだってまあまあね、うん、確かにでそれをじゃあいわゆる、まあ、あなたのメインな動きになる歌の部分で反映するのが歌自身なわけですよ、うん、そこを反映したのが、うん、でまた歌ってる時とは違う姿を、うん 皆さんにお届けするっていう、うん、なんかこう方法はないかってなった時にこういうまあ音声データというか音声コンテンツでやろうっていうことになったんですよね、うん、その素な部分をあの見せるっていうかでまあなんかもう僕が巻き込み事故っていうことですよ <laughs> <laughs> 内輪さってことですよ完全にねはいまあでも光栄ですけどねいやいや白羽田矢をね<ー>白羽田 ありますよ。うん、そんなことも。あ<る>まあこれ、このまんま流しますけどね。うん、いや、いいっすよ。じゃ、えー、はもう、そこを切ってはってされたら、僕もう逆に不甲斐ないっす。ですよ。はい、そういうこと。そういうので、まあ、この、ししおどしが始まった。うん、まあ、経緯。っていうことでいいんですよね。そうそう,そう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 。だから、俺も、普段ね。ええー、まあ、これ。見て、これを聞いてくれてる人は、うん、多分ブログから飛んできてくれてる人が、まあ、ほぼ。 なわけよブログでしか貼ってないからとりあえずだから俺のブログを見てくれてたりとかライブを見てくれてたりとか直接ライブに足運んできてもらって喋ったりとかしてまあこう会話をすればさわかる部分もあるけどブログとかだけやったらもちろんそう難しいよなかなか特にやっぱああいう現場やし。 あの他のね共演者さんもいたりするしだから、なんかそういうところでは見えない、うん、自分の、うん、なんかいいとこも悪いとこも知ってもらえたらええかなまあだからその僕らのお付き合いの話をした方がいいんじゃないですかそれがより出るのはなぜかっていうところの話を。う言たら、あのーまあ、簡単な のね経歴というかみんなが分かるとこで言えば「今夜」をね一緒に作ったりだとかあとは前のアルバムやったら「コンパス」の歌詞3曲目でね「今君がここに」のやつね歌うんすねで最近配信とかでさせてもらってるやつやったら「We ア r e the only one」 「いつまでも<あ>」とか、はいえー「旅立ちの歌」とか、うん、ですよそれは歌えへんねや <laughs> それは歌えへんねや、はいはい、そのねまあもろもろ俺の曲以外でもいろいろ書いてるじゃないですかあなた某メジャーの方のね、はい、アーティストの方のも、まあ、ラップもやってたから、はい、ラップパートも書いたりとかしてすごいなあ思って、はい、思ってないっすよ <まあ S 2> <laughs> 皆さん 聞いてるんですけど僕は皆さん思ってないですよいやすごだにすごいやその僕の経歴をね紹介していただけることもいいんですけどそうではなくてそうではなくてじゃないなぜあなたのその部分が僕が相手だと出るのかっていう話をしてほしいんですそうそうそうあのねそのパスすそのパスねああ違うボールやったわはいそのパスで こうコンテンツとして何でこう発信していこうかってなった時にやっぱりラジオというか、うん、まあもちろん動画でも、ね、いいんやけど、うん、まあ動画やったらこう動きとかも気になってくるやん、うん、いろいろ,、うん、いろいろ気になってくるでいろいろあのかかる大人がいるいろんな大人がいるからなので、まあ、ラジオでこういう簡単な感じでみんなが簡単に聴けて金かかってないもんね親しみやすく取ってもらえたらいいかな。うんうん よく言えば、うん、っていうことで始まったわけ、うん、で一人でなんか喋るにしても、うん、セッタもなんかライブと一緒やしまあまあ一人で喋るのは大変だも、ね、いや大変大変,大変そんな喋くり上手いわけじゃないから、うん、そのプロじゃないから、ね、そうそうそうってなったらなんかやっぱ自分の素を出せる相手が欲しいなって周り見渡したらおったわけですよ、うん、近くに でそれがなぜかとそうそそうういうことは遠いな遠回りするないやいや、急がばいや、もう本当にもう回れ言うて回れなんかそのなんかシンクロとか合わせ技を好む傾向があるね、あなた好きやねんすよ、あなた、もう怖いわ、俺、ごっつぁんゴール嫌いからもうガラキのゴールにはもうボールを蹴れないんでちょっとごめんなさい蹴れるように頑張るけどお願いします。そそううで なんでじゃあ、寮なのっていうことになるわけですよ、要は。俺が寮にやろうよって言ったのはやっぱり小学校から一緒やから、俺らは。小学校から一緒なんですよ。ですよ小学校から僕ら一緒なんですよ、彼とは。もう言うたら、彼これ20年以上の付き合いなんですよ、スタート地点でね、出会いから20年知ってるってことそそそそうううう年知ってるわけですよ なので、まあ、いつもいつも、ね、近くにいたわけじゃないからうん、うん、そんな1から100までどうこうってわけじゃないけど、うん、少なくとも、まあ、こう一緒にね喋、うん、ってて、うん、一番素が出るんじゃないかということで、まあ、あなたに視野に入がていただたったわけですが、ねえー、どうですか もう本当にねこういうことがね獅子なんですよね、なんかもう、モて遊ぶだけモて遊んでポイっていうね、<laughs> なんかもう <laughs>、いや、だからそうやって言っていただけるのはありがたいですよ。うん、うんで、まあできるだけ、まあ僕もね、ライブ、この1年、2年で結構見させてもらって,てはい、はい、あの絶対やっぱ、一側面とは言わないですけど、うん、出がちな部分ってあると思うんですよ、あなたの内面の中で。うんうん、まあそういういいととここじゃないところは ここで出ればそれをできるだけ引き出せるようにそういうことやなじゃ引き出そういでも出たやん今おのずと出るんすよそうそうほんでこれは初回放送やからいろいろインフォメーションしなきゃいけないことがあるんだよでまずはこれ30分30分番組なのねで 多分おそらく YouTube であのー、アップすることになるんやろうけど、うんはい、YouTube は20分確か20分までとかなんかそういうあったから、30分のまあ15分前後で、うん、まあそれはうちのねあの浜さんが、ビンワンマネージャー、ビンワン浜さんが15分前後でこううまいこと、大浜さんでした。<laughs> この間ね、うん。 名前言おうと思ったら名前間違えて大浜さんが15分前後で前半後半を多分うまいこと切ってやって,、ね、やってくれるんですよ前半戦後半戦でやってもらうんで,で多分 YouTube のこれ1回目どうか分からんけど動画じゃないから、うん、まあ見てる人もね確かにある程度作り込んでやっていくことも必要だと思うんですけど、うん、こうどん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 ね初回にはなんか 大事がなかったのに、二回目以降出るとか、そう、そういうな方がいいと思うんですよね。みんなで作ろう。そうそう、みんなで作ろう。世界平和みたいな。あと合わせ。フュージョンしようとするから。みんなでほんま作ろう。そう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 。だから、なんか。もう基本この、なんていうの、トークテーマ的なものも、僕ら。一切何も持たず、今こうやって喋ってるわけですよ。もうかれこれ、もう十四分経ってますよ。喋り出して。 中身のない話はありますよ。中身ありだって中身はインフォメーション結構入れてる方やと思うんすけまあまあだから何のトークテーマにもまだ触れてないのでそういう意味で言えばまあまあ初回なんでそれはまあしゃあないいいでしょいいと思いますでまあだから本当に何もないわけじゃないですか言うても俺らそんなキャパ広いわけじゃないからこう。 みんなからさ聞いてくれてるみんなからもなんかこう募れたらいいなと思ってそういうのとかもやりませんやりますやりますやりましょうやりましょうぜひなのでこれブログぜひやりましょうぜひねすいません僕が合わせにいかなきゃいけないいいいいややでですす大丈夫か僕のただのあのブログから発信してるから えー、ブログのコメントとかでもいいけど、まあ、できたらメールとかで、うん、ああはい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 、うん、あのインフォアットマークの方でそれちゃんと言ってくださいインフォアットマーク、うん、ユニークドット JP インフォアットマーク UNIEEK ドット JP の方うに、えー「件名はししおどし」と売っていただいて、まあ、本文はもう「好き」に書いてもらいましょう、うんうん 激中傷何でもこいはい何でもありです何でも言っていただいてそれをもうお悩みとかでもいいですあ全然そんなんでもいいですよお悩みとかいいじゃないですかお悩みとかいいっすよただもうこの獅子がそれに満足するかどうかは僕は分かんないですけどねそれはもうそれを取り上げるかどうかはそうですねそういうのもいいですよいいと思いますだから何でもいいんでしょ実際もうふわっとしたのんから重いのんからもうでもあのね こんなふうに喋ってたら、うん、なんかね大喜利的なやつとか<ー>そういうのはもうやめてほしいこれも振りに取られるから言うてもたいやもうそれだけは本当にもうあのね NG 俺らなんかこうさ二人とも関西人でさ、うん、大阪出身でさ東京におって関西人イコール 関西人同士が喋ってたら漫才いやもうそれも嘘やであれ都市伝説やで俺寡黙な人知ってんもん関西人のなうやねんあんなん嘘嘘俺も知ってるいやほんまにちゃうや別に漫才でも何でもないしオチがないからってからのみたいな顔せえへんやんいな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 いよだから俺抱きしめるもんオチがない人見たらあって抱きしめるもう <な>うん、だから、いや、ほんまにそんなんじゃないということだけは、そう本当にね、こマジで不利じゃなくてね、ほんまに、なんか逆に普段ライブとか来れない方々もたくさんおられるわけですよ、うんうん、このブログを見てる方は。それは、ね、そもう、あのー、大げさじゃなく世界に配信するんですよ、YouTube に載せるということは。 ワールドワイドでそそそうううワワールドドイに行くそう行くようんだからほんま何でも行くよ何でもいいですよそうなんかそういうのをねもらえるだけで元気になるじゃないですかそういやでもねそれって大事やと思いますよあのんかかたい話になりますけどなんか存在証明みたいなそそそうううそう聞いてもらえてるなってそう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 だからブログのねこうコメントとかねうん こう見えてね、うん、めっちゃ嬉しいんですよ<は>いやでもそうやと思う、なんか、あのー、いやちょっとこのコメント返しだけ先するわとかって言ってるじゃないですか、<laughs> これぶっちゃけた話ね。<laughs> でもそれってね、あのー、えらいなと思うんですよ。 いや嬉しいんですよ。単純にただただなんか、うん、あの恥ずかしいですけど、うん、普通に嬉しいんですよ。いやでもだじゃあ自分自分がやったことに対するリアクションが返ってきたっていうさ嬉しいことですよ。そうそうそう。だ、うん、かまあねそういうのも踏まえて、うん、活字でね、うん、僕もほんま文章下手なんで伝わって らない部分分とかも多あるんですよあほど温度感が違うかったりすることもあるあのね内容はもしかしたら伝わってても温度感が違うそれはあるかもしれないあるあると思う俺はちょっとなんか真面目なこと言ってんねんけど文字ではね言葉では真面目なこと言ってんねんけど顔はちょっと笑いながら言ってたり悪い顔しながら言ってたりしてることがあるとするじゃないですかそれがやっぱ活字になるとあそうね絵文字でしか出せないんですよ僕

一つなななんじゃないかなもう何やったらそれが一番やんねそうだね、うん、確かにだから本当にもう基本テーマも何もないんで、はい、基本自由ですよだらだらしゃべるだらだらしゃべるっていうことだけです、うん、はい、はい、じゃあ何か話しますあと何分ぐらいあるんですかええもうねちなみに20分前ぐらいまで言ってますあほんますか、はい、何をお話しましょうかね何か最近のあったことでも話します これ僕個人的に話しましたけど4日5日前に風呂上がって頭拭いてたんですよタオルでね風呂上ってばーっと拭いてたらその頭を拭くストロークで振りかぶったところからの帰りで振りかぶってすらないもうボークボークぐらいのストロークで首の筋言わしたんですよねどういうことどうういことえ 髪の毛を単純ににこういやほんまみんな今完全に想像してる通り頭を普通にタオルで拭いてただけ下向いてたんいや上向いてたと思うえ上向いてやんの上向いてっていうかまっすぐや上向いて誰が頭を拭くねはいまっすぐ向いて頭をこうやって拭いてたら言うたらこうかき上げる右手でかき上げた瞬間にグニってなって首の筋を言わしたんどうなったんすかなウなナなンも結構見は行った 言ってないくぼあん、ね、僕筋は結構言わすんですよ<ー>年に何回もだ、うん、から別にこうはほっとくんですけど、ね、ほっといて直すんですけどあのね年取ったなって僕ね223 22とか、まあうん、僕らより若い子たちで、うん、いやもう。 二十歳っすよとかもう二十一っすよとかってよくいるやんでもうそんなん嫌でしょうもなってなるやん若いやんってなるやんだから多分僕らがいやもう年やってって言っても多分三十代四十代の人はまだまだ若いかなって思うけどやっぱ単純にね体の衰えを感じるんすよそういう意味ではそんな自分でコントロールされてる力の量で自分の体に支障をきたすっておかしいでしょいやまあね ほんでこれ何を言いたいかっていうとね年取ってきたら変なとこから毛生えてくるんですよ大丈夫それ大丈夫です大丈夫です全然全然どっからあねこれね多分ね誰かも言ってたんやけどまさにそうやなとテレビで誰かが言ってたんですけどなんかこの脇腹とか二の腕とかあの一回ね僕半袖着ててよく半袖のこの 袖のとこから毛糸が出てることあるじゃないですか、うん、でああも,もう切らなあかんわみたいな、うんうん、でまたどっかほつれてるわ思って、うん、触ったら僕の腕毛なんですよ、うん、<laughs> それは気づくでしょいや僕ねだからもう全然気づかなくて、うん、こう引っ張ってみたらちょっとひよ痛い <laughs> あ,あで俺の,俺のやっていう、うん、だからもうほんまにねもう センチらいあったやもうね多分それはねあれですよやっぱりこう一人暮らしとか初めて食生活のものもありますよあるよねやっぱもう食うもんとか偏るじゃないですか偏るほんまに偏る俺なんか言ったらもうほんま天一好きやから天一の話しますか天一の話しますかまあ僕もラーメン好きっすよ最近行きました天下一品祭り行ってないっすつい先日ですよ10月1日 行ってないんや行ってない,いやあの時僕ね新宿に用事があって確か新宿おったんですけど、うんうん、バーン並んでましたねあ <laughs> 渋谷も並んでたあの日渋谷も行ったけどえ並んで僕はねあのシャイやから <laughs> おおほうほうシャイやから、うん、あんな並んではねちょっと恥ずかしいんですよ、うん、ああ人目をもうあの人目を気にしてラーメンダレ かいや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 いかなあかんていやなんかね某テレビ番組であったでしょ、うん、天下一品ほにゃららみたいな、うん、あれから一気に火ついたでしょ、うん、あれからちょっと生きにくいんですよ僕ああ特に関西人やし<う>連れといけないんですよ一人やったらまだしも<ー>あて関西でっせっていう感じがねなんかあるんちゃうかみたいないや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 そんな 関係ないよまあ1位でしょ天下一品がもうダントツで1位じゃないですか僕の中でしょ僕全然それはもう上ですよ1位じゃないの1位ではでもないんですよだからそれだけんか背負えないああねいろんな何かうんそうそうそうあいや天下一品はやっぱ神谷でこっさり食べたことあるいやあるけどうあるよ俺こっさり何食べたこと いやこっさりやるけど邪道やからね基本直営店であんまあの社長が NG やそうそうそうこっさりはそうそうそうホン、えー、にちゃんとこう乗れんわけというか,、うん、だかフランチャイズ系はやってるとこはあるけど、ね、勝手にやってんのそうそうそう勝手にそこの<ー>そこのあがやっちゃってるああじゃあもしかしたら直営店でこっさりって言ったら「いや,やってません」って,んってあ,あんねやあるある全然あるへえ<ー>全然ある だからそれもまあまあもう天一の話出したらもうほんまキリないから、これだってスペシャル番組いるもん。そうやね。天下一品やろう。三十分じゃまとまらん。間違いな。だって天下一品やで。そんなもん三十分じゃ無理や。そうやね。だからもうアメトークでさ天海、入る。ボウ、ボウね。某トークで、ボトークでね。某トークで一個やってたけど、もうあんなんとかももうほんまにもうそうやね。昔から CM とか流れたら。 もうすごい食べたなってたわけよ言うてたら流れてきましたよ <laughs> こ<れ>あそうそうそうもう一個補足で、うん、これあの30分番組なんであ、うん、どこで終わんねんと、うん、お前らと、うん、多分思ってはる方もおられるんで、うん、要はこの最後に「今夜」が流れ出したらもう終わりに。 エンドロールです終わりに近づいてますよっていう僕らに知らせてくれてるんです僕らとリスナーの方でもう一個大きい情報を言うとねあなたは告知しなきゃダメあなたは本当に忘れるね全く忘れてました告知をしてくださいいいですかライブインフォなんですけど10月の25日火曜日東京ですね渋谷の えー、デュオといいうラライイブブハウスでライブさせてもらいますよく出てるね、はい、デ方オはね、おそらく、おそらくというか、夕方、うんえー、5時ぐらいからのイベントで、まあ、9時、10時ぐらいまでなんで、で多分ん出番はまだちょっとはっきり分かんないですけど、まあ、仕事帰りなり、何かこう学校帰りなりに、ふらっと寄っていただける時間帯だと思うんで、皆さん、えー、その日は良かったら、渋谷のデュオに足をお運びください。まね、まあそれはまた えー、時間とか詳細はブログの方で、えー、あ後で,、ねうん、後でっていうか折って、うん、アップしますんで、はい、よろしくお願いします、はい、ということで第1回、はい、第1回はこんな感じでいいんですかさらっとまあでも前半でいろいろね、あのー、詰め込んだね説明しなきゃいけないことが多かったもん詰め込んだよ、うん、だからもう次回はなんか次回宇宙とかの <laughs> 宇宙とかについて喋宇宙について喋るうんそっか喋ろうかな <laughs> ということではい 1> 第1回はいあ全然意識低かった俺まあ僕らのね達也と大館系の<お>「獅子おどし」いるこれ <laughs> 俺いらん思うで まあそれもおいおい考えていこうというわけで皆さんまた、まあ、これ多分毎週おそらくやると思うんで、はい、皆さんまた来週もお会いしましょうさよならではでは「君と過ごせるなら未来を捨てても構わないけどそんなことはもう君が」<music>